こんにちは、五十嵐しおりです。札幌の伏見稲荷に来ました。そうなんです、札幌にも伏見稲荷あるんです。こんな風に坂道を登っていきますと、次々と鳥居が、赤い鳥居が現れます。神社に参拝すると、この鳥居の下を通るときには必ずどちらかによって一礼をするというのが、礼儀というふうに聞いておりますけれども、こんなにたくさんあるとどうしたらいいんでしょうね。札幌は11月というのに珍しく、まだ紅葉がとっても綺麗です。黄色の葉っぱ、そしてこの赤い鳥居と、とっても美しい伏見稲荷、これから参拝したいと思います。